皆さんこんにちは、こんばんは。鹿児島はね、天気が悪かったんだけど、やっと晴れてきたね。だけど関東近辺はさ、関東近辺って北陸、関東向こうの方はなんか大雪みたいだね。今の時期にっていうか、まだ今の時期は雪が降るのかな、いつも。まあちょっとわかんないんだけどね。で、天気悪かったんでさ、どこも出かけずに家にいたんだけど、洗濯しながらとかさ、友達がさ、車中泊に鹿児島に行くから付き合えっていう連絡が来てね、分かったっていうことで、じゃあ一緒にしようっていうことでさ、言ってたんだけど、雨が降りそうだからやめたって言って、ね、電話が来たんだよ。雨が降るからやめたって車中泊に関係あるの？おまけにね、温泉のあるさ、道の駅でしようって言ってたんだ。車中泊自体にはさ、問題はないんだけど、まあ雨が降るんでね、遠いとこから来るからさ、面倒だったのかな。久留米の友達なんだ。で、今回はね、こういうの買ってみた。見えるかな。これだけこういうのを買ってみたって言ってもさ、よくわかんないかもしれないね。こうするんだけどね、こうやって使うんだけど、じっちゃんさ、最近木工にさ、ちょっとハマるっていうかね、車中泊車のいろいろ作るのにさ、木工にハマってるわけだ。でね、その木工っていうか、木をさ、木材を加工するのにさ、切断とかそういうのをさ、ホームセンターでしてもらうんだけど、あと細々ね、ドリルで穴開けたりとかさ、そういう時、外でする時はさ、ダイソンのね、ハンディクリーナーを持って行ってるんだよ。で、友達の工場とかさ、使う時はさ、普通の掃除機を使ったりとか、あと業務用のね、工場とか工場を掃除する掃除機があるんだけど、そういうのがあるとこはいいんだけど、普通の掃除機のとこはさ、まあ家出したりとかする時は普通の掃除機を使うわけだ。だからどうしてもね、目詰まりが早いんだよ。で、やっぱりダメだなと、普通の掃除機はね。サイクロン式がいいよねって思って、じゃあ自分でサイクロン作ろうと思ったんだよ。掃除機がさ、昔使ってたのがあったなと思って、ちょこっと探したらあったわけで、十何年前使ってた掃除機なんだけどね、こういう昔ながらの掃除機っていうかさ、こういうでかいからさ、あれでこういう掃除機だ。こういう掃除機がね、あったんで、スイッチ入れてみたらさ、吸引力十分なわけだよ。で、これで作りながらね、作りながらっていうか、家でさ、掃除機、その木工をね、ちょっと加工した後にこうしたりしてもさ、やっぱり目詰まりが早いんだよ。ああ、もういよいよ持ってサイクロン作らないといけないなと思って、なんで作ろうかなと思って、100均でね、いろいろこう見て回ったんだけど、あとホームセンターとか見て回って、なんだかんだこう部材を、あ、これが使えそうだな、これが使えそうだなとかね、そこそこの部材を揃えていくと、やっぱりそこそこお金かかっちゃうんだよ。アマゾンでそういうのないかなと思ったらさ、電動工具から出るゴミをさ、吸い込むための途中につけるね、サイクロンが売ってた。1500円で売ってた。安いの探したらね。で、実はアマゾンのさ、ポイントがあったんで、まあもうそのポイントでもらえるんでさ、頼んでみたんだよ。で、来たんで、はめてみたんだよね。これが本体なんだけど、で、付属品がこのカプラーっていうか、なんていうの?この、径をね、変えるジョイントで、がついてたんだけど、こっちにはこうはつかない。こうはつくんだよね。で、まあ、こっちには、こうはつかないけど、こうはつく。でさ、その、つけてみたわけだよ。これにさ、掃除機にさ、つけてみようと思ってね、つけたらね、これがゆるゆるなわけだよ、ゆるゆる。で、こっちがさ、こっちはね、ここにつけないといけないんだけど、これも、ね、内径が一緒ぐらいなのかな、だから、は、つけられないわけだ。で、この変換のさ、ジョイント、
テーパー式になってるやつが売ってるわけだよ。で昔はねダイソーにも売ってたんだよ。でダイソーにね3元ダイソーもあったんだけどないんで、店員に聞いたら昔は売ってたけど今もう作ってないっていうね言い方してね、ありませんって言われたんでしょうがないなと思って、ケーズ電機でさ聞いたらさ、もうないですねって言われて、掃除機のね部材が下がってるところに行ってさ、店員がさやっぱりないですねって言うわけだよ。でもひょっと見たらさ下がってた。でこれをね買ってきたんだけど、これを使ってねあれしようと思ったらさ、まあこれじゃないわ、こっちじゃなくて手前の方だから これか、これをこうつけてつけようと思ったらさ、ここがさ見えるかな、このなんていうかな、この周りにねこうな、バリじゃないんだけど、バリみたいにこう出っ張ってるとこがあるんだよ。これがねこの中にね、ここに見えるかな、あるんで入んないわけだよ。だからこれをちょっと削ってみようかなと思う。これを削ってねここが入ったらさ、とりあえずもう使えるわけだよね。これもちょっと緩いからさ、なかなかね毛が、中国のやつと毛が合わないのかな。でダイソーにさこの掃除機のノズル、こういうの売ってるんだよ。でこれをさ、これのこれか、これをさここをねぶった切ったらさうまくいくんじゃないかなってね、じっちゃんは勝手に思ったんだけど、ちょっとカッターで切ってみようかな。毛がねちょっとはっきりは分かんないけど、微妙にさ合うか合わないかは分かんないんだけどね。よし、ぶった切った、先っちょをねぶった切った。これでもはまんない、これではまってくれたら助かるんだけど、うわあきつい、きつくてはまんないかな、無理かな。あ、はまったね。おっとはまった。これをさぶった切ったらはまったね。これでもうつくよね。そしたらこれをさ、これはどっちも緩いのか、どっちも緩いのか。だからあとこれだね、ここをさ、おっとっとっと、これが緩いからこれをぶった切ったら、この先端をさぶった切ったらちょうどいいかもしんないね。もうこの掃除機はさもう使ってないんだよ。で使ってなくてね、もう新しい掃除機を持ってるんで、糸の子がねどっか行っちゃったんでさ、これは入んなかったよね。これをぶった切らなくてもこのあれをさ、ケーズ電機でね買ったやつを今ここに突っ込んでさ、これをこう突っ込めばもう使えるね。はい、できた。ぶった切ろうと思ってねノコ持ってきたんだけどさ、はい、できました。あ、映るかな。サイクロン式の掃除機になったよ。これでねいいはずなんだよ。これでさ今ゴミをさ、木くずがないんでテストはできないんだけど、長いんでさちょっとでね、このこれがさこうなるわけだ、こうなるわけだ掃除機のね。で普通のこれは掃除機なんだけど、この途中にねこのサイクロンをさつけたんだけどさ、でこのこっからさ吸ったゴミが
この中をねに入ってぐるぐるっと回って、まあ細かいさゴミはねまたこう掃除機の方へ入っていっちゃうんだけど、ここでぐるぐる回ってねゴミがさここで止まるはずなんだよ、はずちょっとなんかさなんかであれしてみようかな。これいらない、この紙を細かくぶった切ってゴミにしてみようかね。ゴミにして、はい、ゴミにしたね、ゴミにね、こういうゴミにした。まあこれがさ木くずだと思ってもらえばいいよ。取り出してコンセントに入れて、スイッチが入ってた、スイッチが入ってるんだね、スイッチを、はいね、こんな風にゴミがさここでこうサイクロン状になってる、ここを外してちょっと回してさ、このゴミをねゴミ箱にさポイッと捨てる。なんか静電気でくっついてるね、ポイッと捨てる。もうこれだけの話だよね。うん、ただでねもらった、ただでもらったって、ただじゃないんだけどさ、ポイントがあったんでタダになったんでね買ってみたんだけど、まあ1500円ぐらいだったら別にあれかなと思ってね、ダメでも別に構わないかなと思ったんだけど、たださ、もうこのいっぱいジョイントをね3つ使ってるわけだよ、これにパイプに合わすためにね。これをあれするにはもうねカットしてさ、ここカットしてやるとここに直接入ると思うんだけどね、まあ、この掃除機はもう使わないと思うんで、もうそういうねやつでしか使わないと思うんで、それでカットしてもいいんだけどね、だからカットしようと思ってノックを持ってきたんだけどさ、まあ一応これで使えたんで、とりあえずこれで使ってみようかね。で玄関とかさそういうのの掃除にもいいと思うんだよ、砂とかさ小石とかをね吸い込んでもさここに溜まるんで、掃除機の中に直接行かないからさ、ここに溜まるんで、これを外して捨てればいいわけだからね。今回はだからいくらかかったのか、このサイクロンのねこのアタッチメントもお金、まあねポイントでもらったんだけど、まあポイントお金払ったとしてもさ1500円、これがダイソーのジョイントっていうか、このノズルをね、ノズルをちょん切ってさやったらちょうどあったんで、これが100円だね。この玄関はもともとこれについてたんです、これは買ってないんだよね。あとこれがケーズ電気で200円だった、300円だから1800円か、1800円。でもじっちゃんが実質さお金出して買ったのはこのダイソーのここの部分とね、このノズルのやつとかこの200円のこれ300円だけだよね。吸引力は結構あるんだよ。今もね強では吸ってないからね、中で吸ってるからさ、中でもそこそこ吸う。だから古い使ってない掃除機がさこうやって最新式のね、最新式っていうか今ほとんどの掃除機がサイクロン式になりつつあるよね。サイクロン式になりつつある、じっちゃんが使ってるそのダイソンの掃除機なんかもサイクロン式なんだよ。で古いさ掃除機をサイクロンに、サイクロンってサイクロン式にねアタッチメントをつけて加工、なんていうの、改造、アタッチメントをつけてみただけだから改造にもならないと思うんだけどな、はい、一応ねサイクロン掃除機として使えるようにねしてみましたという動画でございました。まあ便利だと思うんだよ、強でしたらダメなんだよ、強でしたら無理かなと思うんだけど、中ぐらいでしたらさ
今使った中ぐらいでしたら多分水がいっぱいこぼれた時にこう吸ってもさ、これに水がね、ここで水が溜まると思うんだよね。空気だけは掃除機の方へ吸われるけど、水はさ、ここのこのゴミ受けにさ溜まると思うんだよ。まあなんかねあったらちょっとやってみようかなと思うけど、まあ今ね買ったばっかりでさ、まあこれがね壊れることはないと思う。これはもう機械式でもないし、ただこう空気の流れるなんか途中だからね、これが壊れることはないんだけど、掃除機が壊れたらねあれなんで、まあ掃除機も壊れないか、フィルターのとこでね止まると思うんだよね、まあ、ということでね、今回は古い掃除機をね、使ってない掃除機をサイクロン式にさしてみましたという動画でございました。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。作る手間をさ考えたら、はるかに時間的なコストとかさ、そういう部材をいろいろ買ったりとかさ、ああでもないこうでもないって、まあそういうちの方が楽しいのは楽しいんだよ。楽しいのは楽しいけど、こっちの方がもう効率的だよね、これを買った方がね。